現在、イギリスが南シナ海や極東、へ展開している空母打撃群ですが、攻撃型原子力空母が、一足先に、釜山へ入港しました。今回、この報道の中身を詳しく見ていきます。やはり、韓国のメディアは伝えることが、情報漏洩になるほど公表するな。やはり中国のスパイだな。2021年7月下旬に、イギリスの航空母艦、クイーン・エリザベスらの空母打撃群は、南シナ海に到達。同海域で軍事演習を敢行した後に、艦隊の中心である、クイーン・エリザベスは、8月6日に、グアム島に寄港した。これより少し遅れた8月11日には、空母打撃群を構成していたと、おぼしき一隻のアスチュート級攻撃型原子力潜水艦が、韓国の釜山港に寄港。これは、同級3番艦のアートフルであるとする報道が、韓国で行われた。ただし、当のイギリス海軍自体は、クイーン・エリザベスらの空母打撃群に、実際に加わっている、アスチュート級攻撃型原子力潜水艦の護艦の名称を公表したことはなく、今回の釜山入港でも同様だった。今回、釜山に入港したアスチュート級攻撃型原子力潜水艦の形状からは、一部の専門家の間で、同級の一番艦にして、ネームシップのアスチュートだと指摘されており、今後報道も訂正される可能性がある。イギリス海軍に限らず、ほとんどすべての海軍では、稼働している潜水艦の個別の艦名を公表する行為は、言っておらず、存在そのものの秘匿が課せられた艦艇が、潜水艦であるだけに、その原則に従っているのが、通常となっている。アスチュート級は、現行のイギリス海軍の最新鋭の攻撃型原子力潜水艦であり、水中排水量7800トン、全長97メートル、全幅 10.7 メートルの艦艇で、乗組員が、およそ110名、艦首に、533mm 魚雷発射管を6門備えている。この533mm 魚雷発射管からは、有線、および、音響での誘導が可能な対潜、対艦用の魚雷、スピアフィッシュや、潜水艦発射型の対艦ミサイルハープーン、対地攻撃用のトマホーク巡航ミサイルの発射が可能となっている。原子力潜水艦であるため、アスチュート級の水中での最高速力は29ノットと高速であり、最大潜航深度は300メートル以上とは推定されているが、アメリカや日本の潜水艦ほどの潜航深度には及ばないとの見方が多い。アスチュート級は今回釜山に入港したと、おぼしき1番艦のアスチュートが2010年、4番艦のオーディシャスが2020年に就役、さらに5番艦から7番艦までの3隻が現在建造中であり、少なくとも7隻までは増える見込みだ。核兵器の保有国であるイギリスは、その唯一の運用手段として、戦略型原子力潜水艦のヴァンガード級4隻を保有しており、アスチュート級は、これらの艦艇の防衛、支援も担うことが任務とみなされてきた。今回のクイーン・エリザベスと同様に、その同型艦で、2番艦のプリンス・オブ・ウェールズも、今後空母打撃群を編成することが考えられるため、アスチュート級の存在は今まで以上に重要視されると思われる。さて、アスチュートの釜山寄港だが、同行には今後クイーン・エリザベスも入港するとみられており、その梅雨払いとしての先行した行動だったとの解釈も一部の間では囁かれる事態となっている。これが実現すれば、韓国にとっては攻撃型原子力潜水艦に続き、航空母艦の入港となるわけだが、いずれも今後韓国海軍が実現させたいと志向している艦種であり、イギリスがどこまでこれを正気に変えるのかも注目点だろう。特に
韓国の軽空母計画では、クイーン・エリザベスの設計を手掛けたイギリスのバブコック社が、韓国のヒュンダイ重工業者と組み、テウ造船海洋とイタリアのフィンカンティエリ社のコンビとの基本設計を争っているだけになおさらだ。個人的には、今回のクイーン・エリザベスの寄港もあり、この韓国の軽空母に関する基本設計の受注は、イギリスのバブコック社と韓国のヒュンダイ重工業者の出しているプランが採用される可能性が高まったのではないかと感じる。さて、クイーン・エリザベスらの空母打撃群に話を戻せば、南シナ海において軍事演習を実施した後に、太平洋方面へと進み、この過程で追尾してきた中国海軍の潜水艦を複数発見したことが、イギリス海軍から発表されている。まず、クイーン・エリザベス空母打撃群に加わっていた23型フリゲート艦2隻、デューク級とも称される10番艦、リッチモンドと同14番艦、ケントが、対潜ソーナーで、2隻の中国海軍の攻撃型原子力潜水艦を探知したという。探知されたのは、中国海軍の小級 093A 型原子力攻撃型潜水艦とみられており、これは2006年末頃から中国海軍が実戦配備を始めたと思しき潜水艦であり、イギリス海軍では今回の探知を自軍の対潜哨戒能力の向上の証と考えているようだ。さらにこれに加えて、アスチュートも別の一隻の小級 093A 型原子力攻撃型潜水艦を水中で探知したと、イギリスの複数のメディアが報じており、これらすべてが事実ならば、合計で3隻の中国海軍の潜水艦を探知したことになる。ただし、これが事実であっても探知したことが、即、もし戦時であれば、イギリス海軍が、それら3隻の中国海軍の潜水艦を攻撃し排除することを示しているのかと問われれば、必ずしも、そうであるとは断言できないと思われる。というのも、クイーン・エリザベス空母打撃群が、これらの中国海軍の小級 093A 型原子力攻撃型潜水艦を探知したのは、同艦隊が南シナ海から太平洋に進んだ6時間ほどの間の出来事とされており、攻撃可能な状況だったかは不明なためだ。無論、相手側の中国は、この件に対して何の発表も言っておらず、取り方によっては、イギリス海軍側が一方的に都合のいい解釈をして、それを自国のマスコミに提供しただけとの見方も、十二分に可能なようにも思えるからである。日本も、かつて、小級 093A 型原子力攻撃型潜水艦とおぼしき潜水艦を、尖閣諸島周辺海域で探知死後に浮上された経験を持つが、アメリカの見方も、同艦の静粛性は、総じて低いと評しており、探知そのものの難易度は、決して高いとは言い切れない。小級 093A 型原子力攻撃型潜水艦は、中国海軍が遠洋への進出を企図し始めて、あと、初めて就役させた潜水艦とされており、近年は、これを改良し静粛性と対地攻撃能力を高めた新型の095型を建造していると考えられている。イギリス海軍でも、中国が、すでに、60隻以上の潜水艦を保有し、南シナ海をはじめとする海洋進出を強めていることを危惧しているが、今回のクイーン・エリザベス空母打撃群は、そうした脅威を抑制する戦力とは言い難い。日本こそ、中国の潜水艦の増強を警戒し、護衛艦、出雲、加賀、を、常時ではないとはいえ、F-35 ライトニング2の艦載化による軽空母的運用を考慮するならば、
新たな対潜哨戒戦力の投入を急ぐ必要があると思えてならない。今後、クイーン・エリザベス空母打撃群の艦艇は、日本でも横須賀や佐世保、呉などの海上自衛隊及び在日アメリカ軍基地に寄港することが予期されているが、付随してどのような合同軍事演習が行われるのかもポイントだろう。すでにクイーン・エリザベス自体はイギリス空軍とアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング2の飛行隊を収容する、いわゆるクロスデッキ運用を実現しているが、これに自衛隊がどう絡むのかも見どころと言えそうだ。